お願いしていいですか？もちろん。試合頑張ってね。任せとけって。じゃあさ、今夜シュート決めたら、こうすっから。それ二人へのメッセージっつうことで。席どこ？東ブロックです。最前列。私右から5番目ね。了解っす。じゃあそろそろ行くわ。応援よろしくな。せーの、ブリッツボール教えて。これから試合だって。じゃあ終わってから。な、今夜は、今夜はダメだよ。だろ、明日明日。絶対だよ。約束っす。俺がそのニュースを聞いたのは3回目の家出をしている時だった。みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、捜索打ち切り。俺の親父はジェクトの熱狂的なファンでさ、親父驚いてるだろうな、ショックだろうな。そう考えたらなんだか泣けてきた。ほら、慌てて家に帰ったね。で、通して通して。はいはい、ごめんね。遅れちゃうっつーの。引っ張んなって。
お前を待っていた。またわけわかんないことを。始まるよ。あ？泣かないで。あ？なんだ？待てよ！こっちやばいって。見ろ。え？あ。俺たちはシンと呼んでいた。シン。ジェクトの土産だ。親父の？使い方は実践でな。雑魚に構う時間はない。突破するぞ。全て倒そうとは思うな。邪魔な奴だけ切り捨てて走れ。好き勝手暴れやがって！まとめて片付けてやろう。